する TV。 ずるずる、どうもおすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、先日私すするのオフィシャルショップサイトであるすするストアーズにて、こちらのすするのラバーストラップが再販されることになりました。本当にありがとうございます。ラバーストラップ欲しいという方はね、ぜひぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。よろしくお願いします。そんなわけで、埼玉県から東京へ独立出店してきた電撃の新店はこちらです。ドン！つくばエクスプレス6丁駅から徒歩30分くらい、車だと10分くらいのところにありますラーメンノックアウトさんにお邪魔してます。こちらノックアウトさんは今年の8月にオープンした出来たてほやほやの新店で、ラーメンマニアたちがよく見るサイトであるラーメンデータベースにて注目度ナンバーワンを獲得したりと、ラーメンマニアからの注目も集まっている期待の新店ですね。公共交通機関で行くのはなかなか大変で、駅から結構離れた場所にあるので、まあ、本当はね車で行った方がいいんですけど、今回はねしっかりと歩いて行ってまいりましたということで、果たしてどんな一杯がすするをノックアウトしてくれるんでしょうか。早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。東京都足立区つくばエクスプレス六丁駅、ずっと乗っていると茨城県のつくばまで行けます。科学の力ってすげー。さあ出口を出て第一声がこちら。え、広っ、ライフでかめっちゃ、なんか TX つくばエクスプレスの駅って感じの駅だね。六丁といえばね、前にも一度来たことがありまして、あの豚骨ラーメンで有名なね田中商店さんに、まああの謎の企画で、その夜のオープンと最後の閉店の時間どっちも行ってみるっていう伝説の企画をやりましたね。あれすごい楽しかったな。なんかやっぱ銭湯とかサウナとかね、入った後にもう一回豚骨ラーメン食べて、その時の一杯がめちゃくちゃ美味しかった。サウナとかジムみたいな、ちょっとこう自分に負荷をかけてからすするラーメンってやっぱ美味しいんじゃないかと思いますね。それこそやっぱ一日中こう空腹を我慢してからすするラーメンとかも絶対うまいから、そういうなんかシチュエーション別美味しいランキングみたいなのもやりたいですね。そういう企画絶対美味しく食べれるもんね。サウナの後とかサウナラーメン企画やりてー。で、まあ、今からねラーメンノックアウトさんに向かうんですけど、結構遠いんですよ。歩くと30分ぐらいかかるんで、目の前にちょっとマクドナルドがありますんで、まあ、ちょっとね腹ごしらえというか、そんな感じですね。前代未聞二郎系ラーメンをすする前にマクドナルドに行く男、果たして何を注文するのか。というわけで月見マックシェイクゲットしました。まあこういう暑い日にはね、やっぱりシェイクが合いますね。うん、お甘っ、甘くて美味しいですね。知ってるかな、あの歌舞伎町の二郎でトッピングが貼ってあるんですよ。野菜、ニンニク、油、辛めみたいな。それで油の欄に、あの甘くて美味しいって書いてます。伝わった人どんぐらいいるかな。きなこの優しい甘さがシェイクとナイスマッチし、まさに和洋折衷といった味わい。お店までまだまだ歩くので、これで月見マックシェイク分のカロリーは消費できますね。やっほーい。そんな空元気も発動させて、今回のお店ラーメンノックアウトさんに到着です。さあラーメンノックアウトさん、ショッケースです。今回はラーメンと生卵に鰹節が入ったぶし玉、さらにうずらと豚もプシュー。無料トッピングは抜きから大まであり、ニンニク、油、野菜をそれぞれ中でお願いしました。野菜の量を写真で貼ってくれているので分かりやすいのがいいですね。店頭の自販機で買った飲み物は持ち込み OK なので、早速買った黒ウーロン茶を飲みながら待ってた。こちらがラーメンノックアウトさんのラーメン各種コール&トッピングです。せせい、頂点には味のついていそうな脂が乗っており、野菜にはキャベツもしっかり入っていることを確認。可愛いうずらやニンニクくんも脇を固めてくれているぞってことで、いただきます。ではまず二郎系の流儀として割り箸をへし折って、というのは冗談です。割り箸を割るときは気をつけましょう。では改めてまずは野菜から、うひょー。くたしゃき食感のキャベツも入った野菜と、甘みのあるしっかり味のついた油がうまうまで最高のスタート。みんなまずこの時点で心をつかまれるのでしょう。さてお次に分厚い豚をガブリズボン。かなりの分厚さなのに柔らかく、味しみもバッチリだ美味しい豚。レギュラーのラーメンが750円という価格でこの豚がついてくるなんて、採算度外視としか思えない。というわけで今日はノックアウトのスペルのように先頭に読まない K がついている英単語も紹介していきます。そんな宣言のさなか、紅生姜を乗せてすっきりさを得て、まだまだ野菜を食べ進めていく。豚にも再びかぶりつき、野菜と交互に食らって猛ラッシュを仕掛けます。
では皆さん、お待たせしました。麺とご対面、極太平打ち麺をすすろうロゼー。スープは油が全体にしっかりと回った濃厚なドリューカタイプで、甘みもありながら豚の旨味とコクをどっかりと感じられる。麺は小麦の風味が広がる喉越しの良いもので、その力強さはまるで姫を守るナイトのよう。ちなみにこれくらいの極太麺は 2,3 本くらい取ってすすると食べやすいです。普通の麺みたいにガサッと取っちゃうと口に入りきらなくなっちゃいますよ。さてここで武士玉が登場。卓上のタレを入れてすき焼き風にしちゃいます。果たしてそのお味は、うまい。豚の旨味が詰まった濃密なスープに魚介の風味が加わり、旨味の二段重ねの相乗効果が切磋琢磨する掛け合わせ効果のシナジーを発揮。この美味しさに早速ハマったすするは、切れたナイフのような目つきでガンガン活用していきます。てな感じで黒ウーロン茶や可愛いうずらで箸休めをしつつ、ラストスパートをかけて次々とすすっていく。やはり武士玉がかなり気に入った様子で、気がつけば麺を絡めてはすすり、そして時折うずらも食らいと大爆心。最後まで余すことなく残った具材も食べ進めて、本日も完食です。大変美味しくすすれました。どっしりドニューカスープとインパクトのある麺が楽しめる一杯でした。それではごそれ、はい、ごちそうさまでした。いやー、ノックアウトさんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。お昼の閉店間際にお店に着いたんですけれども、店内はほぼ満席で、もう周りはね、ほんとあんまり何もなくて、お世辞にもいい場所とは言えないんですけど、たくさんの人が集まっていて、素直にすごいなと思いました。しばし待って着席すると、すする TV をよくご覧になってくださっているという視聴者さんから黒ウーロン茶の差し入れをいただきました。二郎系ラーメンのお供にはね、黒ウーロン茶はありがたい差し入れですよね。本当にありがとうございます。そして肝心のラーメンは原価度外視の超濃厚ドニューカスープの一杯で美味しかったです。スープは全体にしっかりと油が回っていて、見た目にも分かりやすいくらいに乳化していました。豚の旨味もしっかりと出ていて、まろやかかつコクのある美味しいスープでしたね。麺が平打ちでなかなか特徴的なもので、表面は滑らかで乳化スープをしっかり持ち上げてくれました。ズルズルとしたすすり心地がね、非常にいい麺でしたね。個人的なお気に入りだったのはサイドメニューの武士玉で、武士好きのすするとしてはかなり嬉しいサイドメニューでした。あの武士玉はね、全ての二郎系ラーメンのお店にも置いてほしいなと思うくらい、シンプルかつ奥深い味変ができる最高のメニューでしたね。まだまだ行列が伸びていきそうな期待の新店で、ハードパンチャーな乳化スープの一杯をすすりたいという方はぜひぜひ行ってみてください。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、ラーメンノックアウトさん、これは美味しい KO やノックアウト。どうもチャルドーです。のびです。編集後期、はい、本日のお店はラーメンノックアウトさん。ノックアウト、はい、KO ということで、二郎系ですね。なるほど、まさにノックアウト的なね、あことをよく言いますが、キャッチフレーズね、ね、うん、まずこのお店に向かう前に、うん、マクドナルドに寄ってますからね。素晴らしいです。本当に月見シェイクを飲みながら、素晴らしいですというね、うん、でも駅から徒歩30分なんで、うん、車推奨なんですけど、うんうん、だからそれでカロリー消費してるんで、ね、なるほど、できるか、あもうよく知ってます私も本人も多分よく分かってるんですけど、ね、分かってるのに、ね、30分あるだけじゃ ね、そんなに変わんないんですが、そう、まあでもね、気持ちを高めるために、そうですよ、うん、むしろね、人それぞれの高め方があります珍しい食べ方をマックシェイクで気分高めるね、うん、逆やけどね、普通、うん、そう、確かに締めならまだ分かるそうそうそう、確かに確かに、生きに甘いもん食って気持ち高めるやつ俺すごいな、きっついやなね、きっついのラーメニストということで、そう、でもラーメンいっぱい750円で安いんでね、はい、それは素晴らしい、やっぱそうです、すでに注目店なんで、ぜひ行ってみてください、うん、